ここで休ませなくてはクラネルさんが壊れてしまう。武器は2番のみ。足の状態を考えればどこまで相手にできるか。せめて真相さえ脱出できれば彼なら切り抜けられるかもしれない。あなただけは助ける。今度はリュウさんが寝てください。私も限界のようだ。団長である私が話をしているのにぼーっとしているなんて、とっても度胸があるわね。すみません、アリーゼ、集中を欠いていました。私の5年前の記憶。